2008年8月ダーツ上達マガジン「グッドダーツ」創刊。2009年12月グッドダーツモバイルスタート。そしてグッドダーツが新たな一歩を踏み出す初めてのトーナメントを開催。初代王者の座をかけ精鋭16名がここに集結。グッドダーツインビテーショナル。グッドダーツが選出したトッププレイヤー16名によるプレミアムトーナメント。出場するのは全国屈指の強豪たち。どのプレイヤーが対戦しても全てがドリームカード。この戦いを勝ち抜きベスト4に残った者にはスーパーダーツ2010への出場権、そして優勝者には初代王者の称号が与えられる。トッププレイヤーたちの熱き競演、ハイレベルな戦いが繰り広げられた。今回のゲームは701クリケットによるベストオブ5、3レッグ選手したプレイヤーの勝利となる。16名によるシングルイルミネーショントーナメント、ファーストステージを勝ち抜き迎えたクォーターファイナルマッチ1、竹内篤志 VS 木山幸彦。木山が竹内をストレートで破り、セミファイナル進出一番乗りを決めた。木山幸彦、木山幸彦。あまり良くないですね、今年はずっと今調整中っていう感じで、本当は今日に向けて頑張って調整していたんですけど、ちょっとまだ間に合ってない感じです。見せるダーツで観客を沸かしたいと思います。頑張ります。同じくクォーターファイナルマッチ2は宮本雄太 VS 大谷真央。宮本が歴戦の強者大谷真央にフルレッグの末勝利、セミファイナル進出を決めた。宮本雄太。いやもうすごい有名な選手ばっかりなので、自分が呼ばれていいのかなという気持ちではいます。ダーツを始めてまだ大会とかでも全然結果が出ない下手くそだった頃から見てきた大会なので、やっぱりスーパーダーツを当てて、ここで優勝してっていうのはやっぱり自分の中でも一つの目標ではあるので、頑張りたい。頑張ります。それでは選手の入場です。セミファイナルマッチ1、木山幸彦 VS 宮本雄太。セミファイナルマッチ1、木山幸彦 VS 宮本雄太、ゲームオン。まずは宮本のコークから、見事ブルーへ。対する木山、同じくブルに入るもののビット差で宮本の先行となった。
秋山ハイトンを狙うがロートンに。5ラウンド宮本フィニッシュ圏内に。高校木山もフィニッシュ圏内に。宮本逃げ切れるか。宮本惜しくもフィニッシュならず。木山ワンチャンスを生かし見事フィニッシュ。ファーストレッグを制した。木山見事3連続ハット。宮本も3連続ハット。両者全く譲らず。4ラウンド木山ワンブルながらもフィニッシュ圏内に。宮本ナイスアレンジでフィニッシュ圏内に。木山にプレッシャーをかける。木山ハイオフを狙うが惜しくもフィニッシュならず。宮本またもや最後のブルを外しフィニッシュならず。木山このワンチャンスを1本で決め見事フィニッシュ。
セカンドレッグも制した。後がない宮本、ここから挽回なるのか。木山、ここで8マーク。得点プッシュよりオープンを先行。宮本、16のセブンマークで点差を広げる。木山、16を先にクローズ。しかし得点プッシュならず。宮本、18のクローズ止まり。木山、得点オーバーならず。ラウンド宮本、17、15連続クローズ。木山にプレッシャーをかける。木山、ここはインブル一本止まり。宮本にワンチャンスを与える。宮本、見事インブルでフィニッシュ。この勢いのままフォースレッグにつなげたい。
3ラウンド木山、18クローズ、20のプッシュで点差を広げる。しかし宮本、17のセブンマークで食らいつく。木山17クローズ、20プッシュのセブンマークで引き離しにかかる。7ラウンド木山、15をクローズ、残すはブルのみ。宮本、ワンブルで万事休すか。木山、見事ブルを決めて勝利、ファイナル進出を果たした。では、決勝戦に進出する、木山選手にちょっと一言お伺いしたいんですが、そうですね、01がね、アツシの時もユウタの時もたまたまねラッキーで取れたんで波に乗れたんですけど、まあ、決勝はそういうわけにはいかないと思うんですけど、頑張りたいと思います。まあでもさっきねそこで僕とユウタどっち勝つと思いますかって聞いてたら、遠くで星野がユウタ言ってましたからね絶対勝ったら思いましたよねまあとりあえず決勝も頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。グッドダーツの名のもとに集いし精鋭16名、数々の熱闘の末ファイナルの舞台へ木山幸彦が進む。